さあ、それでは、なんか激怒しちゃった。さあさあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ、ゲスクはクリスタル。次の番組はハッピートゥナイト、ミキナさんとカオリさんがお届けします。チームクリスタルではコンシェルジュ、アシスタントを募集しています。あなたの参加お待ちしておりますよ。クリスタルのホームページもオープンしています。カタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルスタイル。スタイル。さあ、今日初めてあのももくりさんね、揃いましたのでね、ちょっと初めてあんなことやってみましたけど、ドキドキしちゃった。違う、もうね、あのもうちょっとで、ね、楽しめるまでに時間かかるかもしれない。いやでも感無量でございますね。まあ、あれを毎回やるわけじゃ、やるんじゃ私が死んでしまうので、全部なしにいないのでね。私が書いておりますのでね、ドキドキしました。やってられません。どうでしたか。あ、もうじゃん、噛まないように、噛まないように、ずっとそのことだけを考えてました。もういい。クリちゃんどう。今日あの開眼しました。今日4月4日、はい、開眼しました。あ、そうなんだ。あ、いやいや、あれ、あれ、事務所としてないし。あ、そうなんだ。あ、知らなかった。あれが開眼なんだ。怖い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 。でもいいですよね、新しいことのチャレンジってね。チャレンジでやれることだけじゃなくね、そう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 、意外とできちゃったりとかね、うん、できないじゃん。できないじゃん。できなきゃ来週からやらないしみたいなね。今日試しにやってみただけですから。あ、まだ決まってんじゃないの。おかみ怖い。本領発揮でございますね。ね、だんだんそこ加速がね、止まらなくなってしまって。さすがプロデューサー。申し訳ない。みんながそうしろそうしろって言ったらそうかって言ってるうちにね、なっちゃったみたいな。さあ、2016年クリスタルのキーワードは弾けてしまえ。心のままにあなたの素敵が輝く1年でありますように。では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。本家クリスタル、また来週あなたのクリスタルが今夜輝きますように。キリンさん、これはもう返した方がいいですよね。ピンクなんで無理かもです。はい、いきます。前向きの、はい、チーズ。え、2人入んないの？なんだろう。あ、そうですね。でも誰も入らない。そうそうそう。とりあえず、とりあえず。はい、チーズ。はい。はい。ありがとうございます。こうやってやってもらう。セルフ。なんとか逆やってやらなきゃ。いいから行くね。どこか調子。はい、どこにして、ささ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 さあー、はい、あー、これは失敗。そんなに盛り上がると思ったんですか。スピーチ写真撮ろう。撮りましょう。ヨガさんほら。